侍ジャパン、さらに点差を離す。坂倉ハハハタイムリーだ。よし、また1点追加。強いぞ。日本野球入りに影響出るな。笑い。気持ちいいヒット&3点目で流れが良い。坂倉ナイスタイムリー。3点差はかなり安心できる。の球場へ行こう。歌いたすぎるね。坂倉ナイスバッティン。坂倉のタイムリーでダメ押し。オーバーエイジでいい役割。後半に打ちまくるのが侍ジャパン。坂倉タイムリー。流れが来ている。でもこの回もやけど流れ作ったんはスーパールーキー森下やぞ。最後になって元気が出てきた日本代表。あとヒット打ってないのスタメンだと林と秋広だけか。このイニングにナイス追加点。やっぱ終盤に追加点取れると気持ちがかなり楽よね。ホームランで終わらずに終盤満塁から追加点入ってくの気持ちが良いね。もう1点追加点欲しいけどどうかな。他選手にもヒット出て追加点。なんとか秋広選手にも回してくれ。坂倉ナイス。この追加点はでかいな。追加点ダメ押しとつながっていい感じ。角は昨日も打賞に期待。9回追加点取れたとはいえ台湾めちゃくちゃいいチームよな。角脇タイムリーで追加点きた。9回表で追加点取れるだけ取ろう。角脇もう打賞追加点タイムリー。日本さらに追加点。4対0きた。ご視聴ありがとうございました。